はい、こんにちは、かなえです。風景画の続きを描いていきたいと思います。だいぶ描き進んではきたので、今日はできるだけ、仕上げに近づいていけるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。それからもうちょっと今、塗り残しがありますので、この辺りですね。この辺りがまだ全然、下の方ですかね。手つかずの状態なので、はい、こちらの方へちょっと描いていきたいと思います。このモチーフから言ったらまだますます視点に近い方、近景になってくるんですけど、はい、このあくまでも描きたいのがモチーフだという場合に、はい、一番はっきりと見えてるはずのこの最近景というやつはどんな風な、これはね結構癖もんなんですよ。最近景はあのタッチを荒くしてなるべくそんなに力入れない大きなタッチでざっと描いていくっていう考え方をする人も多いんですけど、近くですね当然よく見えるわけですよ。見えたら描かざるを得ないというのもあるんですけど、ただこれね、この真ん中のこの辺りを邪魔するようなもんであれば困るんです。見せたいところではないんだけれどということですか。そうですね、はいはい、だからそこの捉え方としては結構難しいっちゃ難しいんですよ。この捉え方どうやって捉えてるんですかね。私は結構近く見えますので、あの結構描きます。うん、割に近づいてます。はい、もう一個結構あのね、あのよく出てくる話としてね、この屋根あるでしょ。はい、屋根ってどうやって描くかっていう話があるんです。で遠いところはその屋根描けばいいんですけど、近くの屋根ってどうやって描くかっていうとね、一番何が問題かっていうと瓦です。はあ、瓦、はい、瓦どうするの描くんっていう、はあ、のが結構あるんです。一枚ずつ立体で重なってますし、水彩だなんかみたいなね、あの瓦をきちんと高くしたのが言ってるんです。知ってる作家さんで瓦をきちんと高くあるんですけど、普通は瓦ってきちんと書いたらそれだけが目立ってしまうみたいな考え方をしようある人も結構いてるんですけど、その人の瓦がまた実に魅力的な瓦を書きあるんですよ。そうすると非常にこう画面全体が綺麗に見えたりしますね。だから一概にこうしなければならない、自分がどういう表現をしたいかなっていうのがあくまでもやっぱり中心で、その人は割引きじと瓦を描き上げます。それが本当に綺麗なんです。ですので私も割にその人に影響されて瓦の屋根、屋根の瓦は結構描きます。全体のバランスとしてはどうなんですか。その部分的にこう写実の度合いが変わる、はい、変わる、変えてますね。うん、あくまでもだから全体のバランスを崩さないっていうのが条件なんですよ。はいはい、だけどどちらかというと基本的には書き込みたい方なので、なんとか書き込めないかっていう形でやりましたら、もうその一番中心と一番見てほしいと思ってる部分は潰れるようではこれ意味がない。はいはい、そこが限度かなっていうところですね。バランスを崩さずに、そうなんです。でもやっぱり描きたいっていうでも描きたい、まあ、本来はでもそのモチーフのところにスポットライトというか、注目が集まるようには描いて、そうですね、だからその注目を集めるためにこの手前の方なんかにいらんわけやから、このようだったらちゃちゃっと描いてで、こっちの方に集中するようにっていう、そういう考え方もする人もおります。これはその構図とあと物の考え方の考えとしてはすごくこう、まあ言ったらいろんな考え方がある中でどれを取るかっていう考え方になってくるんです。それだけで根っこに何か組んでもいいぐらいの実は、はいはい、ものを含んでいます。絵画的な手法や技法も山のようにあるし、はい、そこへ至る考え方もいろいろだと、いろいろあります、うん、これ聞けば聞くほど、要するに自分がそれを使いこなせるのかとかっていう話になってきてしまうんです。使える作品と当然使えない作品が出てくるのは当たり前の話ですね。この作品にはそういうのが使えるよね、でこの作品には使えないよねっていうのが出てきます。でそれも含めてやっぱりでもいろいろなそのパターンを知っておく、こういうやり方もあるよねっていうのを知っておくことはすごく大事かなというふうに思います。
今一番よくやるのは動線っていう人の目を導きましょうみたいなやつがね。これ例えばね、その風景画見た時にね、最初にどの点からパッと見張るかっていうのは人によって全部違うんですよ。はい、例えばこの空のこの感じっていうふうに見張る人と、パッとここに目が行く人と、あのこの辺のこの家並みからスッと入る人と、これ人によって結構いろいろあるんです。最終的に見てほしいのがここやから、ここへ見てもらえるように、でそれに必要なものは入れる、不必要なものは外すということはよくやります。今ここのところ本当はね、これ見てもらうと分かるんですけど、今ここのところに線が入ってますよね。はいはい、これ畑の線が入ってます。これです。はい、でこれいきなり入れてしまうと、あと筆が止まってしまうので、ちょっとこれ今それをもう無視しています。とこういう中側のいろんな色味をちょっと置いています。手前のこの土手のラインが結構大事なんですね。なので、はい、この場所を決めます。楽しんでいただけましたか？チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。